鳥居葛城逆井神社は、奈良県葛城市笛吹にある神社である。式内社で、旧社格は郷社。通称笛吹神社。境内に、日露戦争で政府から与えられたロシア製大砲が残る。唐井大臣と天候や毎日を主催神とし、大日霊君子と高見結び村、天神彦び、二にぎの村、以降人平命を廃止する。葛城逆井神社の元々の祭神は唐井大臣で、天候や毎日は笛吹神社の祭神である。唐井大臣は雷神とも言われるが、ここでは火の神として信仰されている。唐井神と同神である。創建の年代は不詳であるが、社殿では神代とも、神武天皇の御代とも伝える。文献の書出は、文徳天皇実録の22年4月、肖像位の神階を授けるという記述である。日本三大実録によれば、貞観元年正月27日に、12位の神階を授けられた。延喜式神明帳では、大和国忍海郡葛城逆井神社に座と記載され、名神大社に列し、月次、相勝で、新嘗の幣箔に預かると記されている。しかし、これ以降、葛城逆井神社についての記述は見られなくなる。社殿では、平安時代に社勢が衰え、当地にあった笛吹神社の末社になったと伝える。笛吹神社は、当地を拠点とした、臼井連によって作られた神社と見られる。祭神の天候や毎日は、臼井連の祖神である。本殿の背後に古墳があり、臼井連の祖、開古の父である伊達多石命の墓であると伝えられている。1874年、笛吹神社の末社であった、唐井社を笛吹神社に合祀し、社名を葛城逆井神社に改め、郷社に列画した。ありがとうございます。